あの野郎、わかんねえかな。ロープ触ったらさ、エスケープなんだよ。あ？おい、ルールもわかんねえのか。きちんとルールを守って最後まで 3way のあんなごちゃ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 してるところでもな、俺たちは選手権だからな、タイトルマッチなんだ。大事な大事なタイトルマッチだ。その中で最初から最後までルール守ったのは俺たちだけなんだよ。俺とノブさんだ。ビデオ見てるやつはわかんだろ。最後まで俺がブチからリーグ取ったのよ。あ？分かってんだろ。俺たち先輩が守ってんのにお前ら若いのが守んなくてどうするよ。あ？ルールはちゃんと守りましょう。自分はよく覚えてます。ライオンズゲートでデスペラードと戦ったことを。その時はボロ負け、今回はちょっとは追い詰められたんじゃないかな。1年間全然足りてない。まだまだもっと上へ行かなきゃいけない。もしチャンスがあるなら IWGP ジュニアタッグでもネバーでも、目標はあくまでヘビーだから、それまでにできることをして必ず結果を残してやる。